中年オタッキーです。今日ちょっとね雨が降ってるんですが、まあ、雨の音がどうしてもねちょっと入ってしまうかもしれません。車で撮影しているということで、ちょっとここはもうご了解くださいっていうことなんですけどね。で、今日の動画の内容はね、以前ね、5億画素、実質5億画素のフィルムってことで、Adux CMS20 Pro っていうね、フィルムを、紹介したと思うんですけどもね、そのフィルムで撮影、ISO20 で撮影したと思うんですけども、ものすごいハイコントラストになってしまうと、専用現像液を使わないとハイコントラストになるというね、内容だったんですけど、実際にハイコントラストになってしまったんですね。で、それをね、専用現像液を使わずに、ハイコントラストにならない、ちょっと柔らかめの階調にならないかなと。ということでね、今回このカメラを使用して撮影してきました。これはね、ミノルタの XE っていうカメラなんですけどもね、以前ダムお猿さんにね、いただいたカメラなんですが、ものすごくフィーリングがいいんで、気に入って使ってるんですけどもね、で、それで、ISO12 で撮影しまして、で、液温20度、SPD50% 希釈、液温20度で、まあ、通常現像はだいたい7分ぐらいなんですけど、7分30秒、いや、30秒伸ばしたぞと、まあ、感度を下げてさらに、ちょっとだけ増感現像した。まあ、半段ぐらい、0.5 段ぐらいの増感現像になると思うんですが、をやってみました。で、そんな感じでどんな感じになったのか、紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、オープニングで大方の内容を言ってしまいましたが、まあ、今回使ったのはこのカメラなんですね。ミノルタ XE。ライカと共同開発、同時開発して非常にフィーリングのいいカメラで、ね、もう巻き上げの感触がね、ものすごく素晴らしいものになってますし、シャッターのフィーリングもね、非常に良くなっています。ファインダーもね、ミノルタお得意のファインダーで、非常に良いものですしね。で、レンズもね、ロックオールレンズということでね、もう墨付きということなんですが、で、このカメラをね、まあ利用した、理由っていうのはまあいろいろあるんですけど、まあフィーリングが良くて使いたいのもあるんですけど、まあレンズがロックオールでいいこと、いいっていうことと、あと電子シャッターなんで、古いカメラであるにしても電子シャッターなんで、まあ、シャッター速度が安定してるんじゃないかなということで、今回は、ISO12 で撮影したんで、ほぼほぼシャッタースピード30分の1、まあ、日中だと F8、朝夕だと F5.6 ぐらいで撮影しました。で、まあ、屋内ではほとんど撮影してないんですけどね。で、現像液は、SPD50% 希釈ということで、いつも使ってるね、初心者にもまあ使いやすいというか入手しやすい、安い、現像液を使いました。通常ね、Adux CMS20 Pro は、専用の現像液を使わないとちゃんとした現像ができないと、階調が出ない、ハイコントラストになりすぎる、という説明だったんですがね、そんなことはないだろうと、なんとかする方法はないじゃないかと、あるんじゃないかということでね。で、通常ハイコントラストになるっていうのはね、若干ね露出がねアンダーになることがまあ多いんですけどね、でそれをね、まあ、オーバーにしたら柔らかくなるんじゃないかと、まあそういう考えでね今回、現像時間を長くした、あとそのシャッター速度を遅く開放、絞りをやや開け気味した、要は録音オーバー気味でまあ撮った ISO12 で撮ったということですね。でね、まあもともとねその超微粒子、まあ、5億画素って言われてるすごい超微粒子のフィルムなんでね、多少ね、増感現像したり、露出オーバーで撮ってもそんなに影響は出ねえだろうと、素晴らしい写真が撮れるんじゃないかなと考えたわけなんですね。まあ、単純にね、その専用現像液を買うにはフィルムの本数が少ないんでもったいないっていうのもありますし、現像液をね、たくさん管理する場所とかね、手間もないってことで、もうずっとトラック乗ってるんでね、家放置なんてそんなに現像液たくさん並べたら家族ぶち切れるだろうみたいな感じで、まあそういうこともあるんでね、こういう、判断にはなったんですけどもね、今回ね、それで、あちこちでまあ、スナップ写真というか適当にね、まあ、相変わらず適当に、写真を撮ってきたわけなんですね。ロックオールレンズの解像度、まあ、絞り8ということで、大変が絞り8ということで、まあ、大体どんなレンズでも解像は出るんだろうけど、まあ、ロックオールレンズということでね、写りはいいでしょうから、まあ、この、組み合わせ、この条件で、まあ、どんな絵が出たのか、こうご期待というと、ここからはね、作品っていうか作例を、まあ、紹介していくんですけどね、あまりにも適当に撮ったんでね、まあ、大した写真にはなってないんですが、ここから
からは作例を紹介してまいります。はい、作例なんですけどもね、まあ結果から考えると成功という感じですね。非常にその高解像度、超微粒子というかもう粒状感はないです。で、まあ柔らかい写真、比較的柔らかい写真にすることに成功しました。このように、ね、立体感もバリバリです。これ一応 F8 で撮ってるんですけどもね、立体感非常に出ておりますし、コントラストはやや高め、まあ普通かな、ちょっと高めぐらいですね。まあ会長もね、まあ比較的出てるんじゃ、つぶれ気味とは比較的出てるんじゃないかと思います。このぐらいのモノクロフィルムはいくらでもあると思うので、ほぼ正常な値に なっていると思いますね。まあご覧のようにね、本当にねピントが合った部分は解像感はバリバリです。これはちょっとピントを外してますね。風が吹いてたところだったんですが、これ選ばなきゃよかったな。これの写真もね見てばわかると思いますがね、本当に木の表面の質感とかもねバリバリに出てると。こちらもそうですね。ベンチのね、木製ベンチの、木の質感が本当に出ていると思いますし、この写真を見ればわかりますが、ハイライトが通常で、まあ、シャドウの階調もしっかり出ていると思いますね。で最後はありがとうございましたということで、ちょっとまあネタ的に仕上げさせていただきました。このフィルムね、その専用現像液を、使わなければならないという、案内ですが、別に SPD でも十分使えるんだろうと思います。でこのパトロールに書いてあるんですけどね、ISO、デイライトでは ISO12、曇りでは ISO20 というね表記になっております。まあ通常を考えると、太陽効果では ISO12 で、曇りの時は ISO20 で撮ったらいいという感覚になるんでしょうけどもね、今回は全部12で撮影しました。まあ12で撮影してほんのちょっぴり現像時間をね、通常の現像時間よりほんのちょっとだけ伸ばしたんですね。でこのような高結果が得られました。このフィルムね、カワウソ商店さんとかで1本1000円弱ぐらいで購入できるということで、別にコダックの T-MAX とか、富士のアクロス2とかね、その辺のねフィルムと同じぐらいの価格で仕入れることができると思います。でフィルム取り扱いなんですけど、一応フィルムベースが非常に薄くなっててちょっと扱いにくいのと、巻き癖ね、巻き癖が結構ついているということで、まあ、現像した後はね一遍逆巻きにしてパトロナケースとかに放り込んで1日ぐらい置くとね、スキャナーとかに取り込むときに、まあ、取り込みやすくなるんじゃないかなと思いますが、まあ、そこはね、それぞれの方がね、工夫してやればいいと思うんですけどもね、使うね価値は十分にあると思います。まあ、コントラストが高めに出るフィルムっていったら、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、ローライとかね、コダックとかね、まあ、あるんですが、まあ、コダックは基本的にその、ね、最近は値段がすごく上がってきてます。ローライも同じくそこそこ高いですよね。で、何よりね、その、コダックとかローライのフィルムで、ここまでの微粒子というのはなかなかないと思います。で、ロモグラフィーのファントム8とか、バビロン13とか、あの辺になると、この CMS20 よりは高価になっていくと思うんですね。そういうわけでね、このフィルム、まあ、今回ね、ドリームロコモーティブ様から提供いただいた2本ね、提供いただいたフィルム、その2本目になりましたけど、1本目ではね、1本目、ね、動画にしましたが、ものすごいハイコントラストになって、もうシャドウが完全に潰れた写真を量産しましたが、まあ、今回のデータではね、ちゃんとまともな写真になったっていうことですね。で、まあ、いろんなね、現像液がありますが、今回はまあ、とりあえず僕の常用している、富士スーパープロドールで、現像しましたけど、まあ、ほぼ同じ現像データで、D76 のね 100%、希釈しない D76 でもほぼいけると思いますし、まあ、ロジナールとかね、そういう、T-MAX デベロッパーとか、まあ、そういう現像液を使ってる方は、まあ、データのね、数値の差を参考にしていただいて、まあ、ある程度参考にしていただいてね、現像すればいいと思いますし、現像に出すと、お店に現像出すというパターンの場合は、まあ、ちょっと相談になりますかね。通常の現像時間で現像して、
くれるというのであれば、もうちょっと感度を下げるという形になるでしょうか。半段ね、0.5 段ですね。まあ、露出補正が効くカメラであったら、まあ、プラス3分の1か、プラス2分の1ぐらい露出補正をかけて AE で撮るとか、まあ、そのぐらいのシャッタースピードをマニュアルで選択するか、まあ、そういう風になっていくでしょうけども、まあ、ISO 12で撮ると、100の、50、25、3段落ちということなんで、まあ、撮りやすいんで、で、できればこのデータで、撮ればいいと。まあ、もうちょっとハイコントラストが好みであれば、まあ、現像時間ね、通常、まあ、クロスとね、同じぐらいの現像時間でいいんじゃないかなと思いますね。まあ、こんな感じでね、結構いいんじゃないかなと、皆さんどう思いますかね。僕はかなりいいと思いました。で、まあ、フィルムネタということで、かなりね、マニアックなネタになりました。この動画ね、伸びないと思いますんで、多分、めちゃくちゃ伸びないと思いますので、まあ、こんなフィルムでね、こういう結果が出たよということで、シェアしていただければと思います。モノクロ写真ね、まだまだね、楽しめると思います。カラーネガのね、値段がものすごいことになってきておりますがね、まあ、コダックの値段がとんでもないことになってますけど、モノクロはね、まだまだ楽しめると思うんでね、ここのところね、カラーネガの値段がぐんぐん上がって、ちょっとフィルム写真やばくなってきてるなと思うんですが、市場原理が働いてね、この値段だったら参入できるぞってね、他のメーカーが参入して、また価格が落ち着いてくることを祈っております。はい、今日の動画はこんな感じで、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーなんですが、最近ね、新しく作品投稿される方が結構増えてきてるんですけどもね、新しく入ってきてるということで、ルールを周知されてない方が、ちょっといらっしゃいますので、一応ね、この、YouTube、私の YouTube のチャンネルの概要ってとこにね、作品投稿のコーナーや、俺のカメラのコーナーとか他のコーナーのルールが記載してあります。新しく投稿される方はね、そちらのルールの方をね、ご覧になってから投稿してください。投稿する枚数とか、投稿する場所、等のルールが記載されてありますので、ご協力お願いします。というわけでね、今日の作品投稿のコーナー、トップバッターはゆうこさんから。おたっけさんこんにちは。12月に入ってぐぐっと冷え、冬到来って感じですが、寒さに負けず頑張ってください。今も風がすごい強いんですけどね。今回は9月末から11月末に撮りためた5本分のフィルムからの投稿です。1枚目タイトル、私の一番好きな花。強風の中の撮影、ほぼほぼ全滅の中、コスモスが一番綺麗に撮れた写真です。2枚目タイトル、階段の落ち葉。秋葉八幡神社の参道に階段、参道の階段に人目も気にせずへばりついて撮影した落ち葉です。使用カメラペンタックス ME、レンズ SMC ペンタックス M50mmF1.7、コダックカラープラス200ということですね。で、作品なんですけどね、僕もね、コスモス今年実は撮ってないんですけど、これ非常にいいカット。ちょっと下目からね、撮影してね、構図が素晴らしい作品になっていると思う。光もたっぷり来てますね。で、2枚目なんですが、これがね、すごく好みの写真なんですね。モノクロでは僕こういう写真結構撮るんですけど、カラーではなかなか撮らないんで、非常に美しい、写真、どちらも素晴らしい作品になっていると思います。ゆうこさん、なかなかですね。はい、投稿ありがとうございます。で、次は、ケンタロウさんですね。ケンタロウです。暇を見つけては路上観察に励んでおります。タイトルは駐輪禁止でお願いします。カメラはライカ 3F。レンズはエルマ 50mmF3.5。フィルムはイルフォード XP2 ってことですね。で、作品なんですけどもね、駐輪禁止と書いてあるところにね、これ蒸気機関車の動輪がドーンと。まあ、駐輪は駐輪なんでしょうけどね。まあ、駐輪禁止って書いてあるところがちょっと面白いことが、これネタ写真になりますね。まあ、で、これちょっとスケール感はわからないんですけどもね、この蒸気機関車の動輪ってね、C62 とか直径2メーターぐらいあるみたいなんですけど、これは何の動輪なんだろうな。この部品だけでは僕はわかりませんが、UFO で XP2 ってことでね、これカラーネガの現像と同じ C41 で現像できるね、モノクロフィルムだと思います。ちょっと柔らかめに仕上がるのが特徴なんですが、現像ね、現像じゃなくて、露出に非常に寛容なモノクロフィルムになりますので、モノクロフィルムね、初心者の方はね、ぜひ使っていただきたいフィルムになります。ちょっと柔らかめっていうのもね、クロート画の皆さんになってますね。はい、ケンタロウさん、ありがとうございます。
ね、次はカメラオンさんの作品ですね。オタッキーさんこんばんは。いつも楽しい動画をありがとうございます。今回は東京浅草橋の神田川と隅田川が合流する場所でのスナップ2枚を投稿します。データは2枚とも共通で、カメラ、コニカ FT1 モーター、レンズヘキサノン AR28mmF3.5、カラープラス200、1枚目タイトル、停泊中の屋形船、2枚目タイトル、U ターンというですね、どちらも午前中に撮影したんですが、カラープラスの特徴なのか夕方のような色になりました。よろしくお願いしますということですね。で、投稿写真、作品なんですけども、これ東京のね、屋形船が非常にたくさん映ってる、まあ、出番を待ってる感じになるんですけどね、斜めから光が入ってね、光の境界線で非常に印象深い写真になっておりますね。もう1枚目もうちょっと列アンダーで撮ってもよかったかな。で2枚目なんですけど非常に美しい写真になっております。レンズに光が入り込んでるゴースト、水面のきらめきで U ターンする船のね、奇跡とね、これ完璧に近い広角レンズを非常にね、28mm のレンズを活かした非常に良い写真になっておりますね。カメラマンさん投稿ありがとうございます。次がね、シオンさんの投稿ですね。オタッキーさんこんにちは。作品投稿です。今回は久しぶりにデジタルの投稿です。先日いただいた70-200での撮影、初撮影の写真です。カメラニコン Z6II、 レンズニッコール 70-200F4 です。タイトルは、撮る人、撮る人ね。まあどういう状況か写真見てさせてくださいということで、素敵な後ろ姿を撮らせていただきました。これから先もフィルムカメラの交流の場の中心として頑張ってくださいということでありがとうございます。でね、作品なんですけどね、俺ですね俺なんですけど、これね、ニコンのね、最近のデジタルカメラの特徴、発色がよく出てる。D850 とね、よく似た感じの発色傾向だと思います。ちょっと派手めに出るようになりましたね、ニコンのデジタルカメラね。これどういう状況かわからないですが、デフォルトでこれだと結構彩度高めのような感じがしますが、ピクチャースタイルじゃねえや。なんだったっけ？クリエイティブスタイルか。なんだったんでしょうね。ちょっとその辺のデータが欲しかったところではありますが、もしかしたらローでいじったのかもしれませんけどね。はい、しおんさん投稿ありがとうございます。自分の写真がねなかなかない、オタッキーにとっては嬉しい写真になりますね。はい、次の投稿はリュウスケさんですね。中年オタッキーさんこんにちは。いつも動画を楽しく拝見させていただいております。今回は作品投稿させていただきます。作品はフィルム写真2枚です。1枚目のタイトル、愛しのカメラ。カメラはニコン FI レベル。レンズはフォクトレンダー 40mmF2.0。フィルムはロモグラフィーカラーネガティブ400です。被写体は私の愛機の一つあるニコン S3 リミテッドエディションにダブルニッコール 28mmF1.4 を装着したものです。2枚目のタイトルは中川の眺め。カメラニコン S3 リミテッドエディション。レンズはダブルニッコール 28mmF1.4。フィルムはロモグラフィーカラーネガティブ800です。何卒よろしくお願いします。ということで、これからも応援しておりますということでありがとうございます。で、作品なんですけど、1枚目。これは非常に美しい写り。これね、俺のカメラに投稿してほしかった。これは俺のカメラではタイトル画面狙えた写真になりますね。解像度も高いしね、光も美しい写真になっておりますし、露出もね、ちゃんとカメラ側に合ってるんですね。ズバ抜けております。で2枚目なんですけど、中川の写りっていうことなんで、中川ということなんですけど、これ中川ってもしかして福岡の中川かな？中川、多分福岡の中洲あたりの写真なんじゃないかと思いますけど、この遊覧船の前にね、救命ボートみたいなのがひっついているのがちょっと気になるところでありますが、流浄感はちょっと結構出ていると思いますね。もうちょっと開けてもよかったのかなって感じになりますかね。はい、リュウスケさんありがとうございます。今日の作品投稿は5名、ここまでですが、タイトル画面なんですけどちょっと迷いました。カメラオンさんの2枚目とね、ゆこさんの2枚目をねちょっと迷いました。かなり迷いましたが、ゆこさんの2枚目かな。ものすごく迷いましたが、ゆこさんの2枚目、僕のすごく好きなパターンということで、個人的な好みで選ばせていただきました。すいません。というわけで作品投稿のコーナー、次の、タイトル画面はゆこさんの、2枚目ということで、また、たくさんお願いします。で、先ほど言いましたがね、ルールをね、熟知して投稿くださいませ。はい、作品投稿のコーナーはここまで。ここから俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日の俺のカメラは野良旅人さんの俺のカメラになります。中年オタッキーさんこんばんは。久しぶりの投稿ですが、俺のカメラに投稿します。ニコン ZFC と 28mmF2.8 レンズキットです。
ずっと使っていたソニー機材を入れ替えました。入れ替えたとはいえまだこれしか持ってませんが、このカメラのコンセプトであるカジュアルにカメラを持ち出すのが本当に楽しいカメラです。 APS-C センサーですが、出来上がる側、手放した α7R3 と比べても何の不満もありません。何より軽くて操作が楽しいカメラです。メインのフィルムカメラで撮影しながら合間合間にこのカメラでも楽しんでいます。オールドレンズ用にソニー E マウントのアダプターを持っていたので、 E マウントから Z マウントに変換するアダプターだけ購入してレンズ資産も活用しています。あ、ちなみにこのカメラ撮影した機材はコニカミノルタ α7 デジタルですということですね。よろしくお願いしますということなんですけど、ついに出ましたね、 ZFC。 非常に売れているカメラ、順調に売れているカメラですが、この、軍幹部だけ見たらね、富士の XT2 とか XT3 あたりにちょっと似てる感じもするんですね。ただあの銀、シルバーのね、加工で、まあ非常にメカメカしく、なっておりますね。写りがいいのはもうお墨付きということなんですけども、ZFC 非常に売れていてね、ニコンの、活力源になっているようです。ちょっと余談になりますけど、デジタルカメラフルサイズというか、まあミラーレスのね、デジタルカメラの販売台数の流れがとうとう変わってきましたね。先月ですか、11月かなの価格 .com の、販売の動向では、なんと1,2,3がキャノンなんですね。でソニーは、トップ10に2つしか入ってないのかな。キャノンとニコンが、優勢になりつつあります。この流れなんですけどね、他の有名な YouTuber の方もちょっとソニーが失速しているということをね、言うようになってきました。まあ僕は3年前から言ってるんですけどまあ半ば釣り動画、知ってる人は知ってると思いますけど、ソニーのカメラがっていうね動画です。その半ばあれは釣り動画だったんですけど、まあ 70% くらいはこうなるじゃないかなと思ってたんですが、僕のね思ってるような流れになってきました。まあただね、カメラ業界はね劇的にへこんでいっておりますので、まあ、ソニーのカメラも頑張ってほしいところではあります。もうスマートフォンにねコテンパンに叩きのめされていっているので、ちょっと日本のカメラメーカー全部が頑張ってちょっと対抗してほしいというふうに僕の感情的には変わりつつあります。ただソニーはねそのサポートをね結構早めに打ち切ったりとか、そういう考え方はねもうちょっと頑張って、長年サポートしてほしいとかね、カメラの内蔵アプリのねバージョンアップとかをもっとしつこくやってほしいとかね、そういうところはありますけどね、写りがいいカメラであるのに間違いはないので、まあカメラのメーカーね、日本のカメラメーカー、キャノン、ニコン、ソニー、富士フィルムもそうです、オリンパス、まあペンタックス、その辺のね、メーカー、ぜひ頑張ってほしいところであります。最近はシグマも作ってますが、まあシグマのね、販売シェアはね、知れてますけど、パナソニックっていうのもありましたね。パナソニックのカメラずっと実は僕狙っててね、ずーっと狙ってるんですけど、手が届かないやつ、パナソニックファンの皆様ごめんなさい。そんなわけでね、今日の動画は終わっていきます。たまにはデジタルのね企画もやんなきゃいけないと思ってね、安くねパナのね、ミラーレスですか、マイクロフォーサーズ機になってきますけど、ちょっと古いやつを仕入れてね撮ってみようかなとか思ったりもしてるんですが、なかなか、予算もないことですしできないでいますけどね、まあそのうちね何かやっていこうと思います。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。皆さんね年の瀬でね忙しい方も多いと思います。こちらもね、毎日毎日ね事故渋滞とか故障者渋滞でのた落ち回っておりまして、睡眠時間もギリギリになっておりますが、頑張って、動画を作っていこうと思ってます。で、まあ動画を作っていこうと思ってってますっていうところなんですけど、写真を撮る時間がないんで、ネタができてないということで、来週の動画ちょっとピンチになっておりますが、まあ頑張ってね、作っていこうと。もしかしたら来週はね雑談の動画だけになっていくかもしれませんが、まあそんな感じでね、やっていこうと思います。高評価コメントの方ね、コメントね返す時間本当になくてごめん、全部ねコメントは見ております。どんどんコメントつけてもらって構いません。そのうち返信していきます。今ね、2週間遅れぐらいで返信している形になっておりますが、コメントは必ず返していこうと思いますので、コメントどんどんつけてもらって結構ですので、何か感じたことがありましたらコメントお願いします。高評価はねもうポチッと押すだけなんで、ぜひともお願いします。チャンネル登録ねかなり失速しております。まあフィルムカメラねちょっと、絶滅の危機に瀕していますね。カラーネガの、値段がぐんぐん上がっておりますが、なんとか頑張ってねフィルムカメラはね、存続させるために動いていきますので、同意される方で、まだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録して、次の動画お待ちくださいませ。それでは今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう、さよなら。